さあ続いて 2PM 川さん、久しぶりですね。ひろしさんは元気ですか？2、30キロ痩せた、すごいなものすごいな。さあ、わらび勢 M 川さんがここで登場。さあ、まずはベニマル対カスミ。さあ、先行から足払い足払い。さあ、今のところ非常にいい勝負。めくりガードしてガーキャン。さあ、ここゼロゲージなので捕まらないように決めたいところか。さあ、うまく止めて、止められない。ああ、うまいジャンプですね、今の。何も出さずに、まあ、当て身とか警戒してすぐさんももう一回飛んだ感じですね。さあ、そしてムカムさんもベニマル、どけら。ああ、バレ潰し、しっかりしている。さあ、今度は逆の組み合わせ。さあ、マーク落として2ヒット痛い。空中投げからエンディ。さあ、またもこの2ヒット減る。少しめくる、しゃがしが負けたかな。さあ、上をやはり落としづらい。どんどん乗っかっていく。さあ、ここで透かし投げが通って、体力的にはわずかに逆転。金に重ねて、さあ、じじしている。さあ、お互い我慢強いですね。ガーキャンあんまり払わない。タイミング外して落とす。あ、うまい。いいですね、あれも上に向いてんのが。 D 投げに行けない時でも上をカバー。さあ、大将戦出てきたのはモテクリス。さあ、開幕込まないから。さあ、なんとか脱出。これだけの傷で逃げれたって考えた方がでかいですね。うわ、しゃがんでいる。ここは使う。さあ、追い詰められたのはハピネス教中断。さあ、ちょっとまだ怖い感じですが、最後はちょっと踏み込んでしゃがみが刺さる。さあ、M川さん強い。どこにいんだ。はい、1P がしかしさん。あ、いたいたいた。はい、しかしさんはいつもの 3キャラですね。さあ、デルン・ジョン、レオナ。さあ、やはり1回かぶられるときついですが、ここはスカル。そしてもう飛びは通せないですからね。ああ、これ通ってしまう。苦しい、ゲージがないので、ここはガードに徹しますが、さあ、なんとか中央へ。うまい。さあ、しかしさんがしのぎつつあるか。しかし、ガメラジ D 投げ。なるほど、あの連携を狙ってるんですね。まあ、裏向きだからさらにちょっと分かりづらくなりますね。あ、ここはギリギリで逆転。マジか、としくさんも悶絶。なるほど、確かにちょっと
今いいの見えましたね。 D 内からとかは結構あんまり詰めてる人少ないんでなかなか面白そう。橋勝さんが中堅のジョン、さあまあ霞キラーとも言われるぐらいですが、あっ危ない。さあここは止められるか、上を取っていく、あーインシーが燃えてしまってここはジャンプリー。さあなんだかんだ中堅戦、さあうまく上を見ている、さあガキャンからここはチャンスか、後手のチョイス、足払いはかくらず、さあしかしさんが落ち着きを取り戻して、あうまいな、落としている。まあ、ジョンもやっぱりかぶせに結構きつめなんでかなり意識してますね、上を通さないように。うわよくガードした。さあめくりもガードしている。かなり M 川さんの攻め方は上手いんですが、しかしそのガードの硬さも一級品。さあすごいですね、お互い、あここは届くかな、ギリギリ届く。さあしかしさんはこのまま落ちてしまうとちょっと苦しい状況になるが、あーここでジャンプ飛ばしが刺さって対象戦。さあレオナ対クリス、さあクリスのゲージがあるため結構1回でひっくり返る可能性はある。危ない、ここはめり込んで、あっとちょっと痛いミスか、ゲージがゼロに。さあ空対かかって、さあ M 川さん側はここはチャンスだったがうまく落としている。さあここで YD さん、さあぼちぼち後半戦といったところでしょうか。はい、いつもよりは早い登場ということもあり、まあ、今回はサブキャラチンとレオナが入っている。これは全く見ないな、どうなんだろう。あ、返せる、なるほど。まああれが一応読み合いっぽくなってるのかな。対局かは返せるけど、まあその後の壊しに負けんだよね、多分下段にね。端に追い詰めてるのは YD。 うまい。さあやはりジジイは近づくのがきつい、ダッシュも遅いですからね。さあそしてレオナかわして投げ外す、いい攻防。さあ必要になっていく対局か、うまく今人当てて、ここは交差する、前打ちから足払いガード、ゼロドットになる。うん、ここは勝負に出たか、無情にもガード。
中堅戦、あの一発がちょっとやはり響きそうですね。ゲージがゼロ、しかし側落として、これは結構デルン側やりづらいと聞きますね。まああれも落としづらいでしょうし、中断っていく配置、まあ、そもそもやはりブイスラとクロスの相性があんま良くないですね。うまい。さあじじと追い上げていく、コアガキャン、ここは隠れ、さあ終始いい勝負のまま大将引きずり出されたのは YD 側、飛び越えて相打ち、ここは投げ、さあすぐさま取り返して大将戦、出てくるのはレオナかな、先ほどと逆の組み合わせ、当たるか、さあペースを握らせない、さあ攻守が入れ替わったか、これはうまい、決まって爆発までコーライヘル、うっカリバーンを前転、マジか、一瞬の隙を逃さず、まあのはすごいですね。はい、これでいいのかな、はい、スワロー初期殿、純正の 2P がもう初期さんしかいないのかな、あーなるほど、はいはいはい、で、しかし3対初期さん、初手はデルン対 K ダッシュ、これはデルンが苦しいと思うんですが、ただし、しかしさんも最近ずっとデルンを初手にしているので、まあ、K ダッシュはやり慣れているでしょう。さあここからワンコンボ入れて投げに行くが外される、ムーンで落として、さあ初期さんが前に出なければならない時間帯ですが、さあこのアインの外から、あうまい、アインの外から遠距離ビートジャンプブットバーを刺していくというスタイル。さあここは壊しからワンコンボ、スタービーで追い払い、クロスが当たる、さあハイデルン勝利、ついでは、カスミ、これどうなんだろうな、あー苦しい、ここは透かし投げから白山刀を当ててハイデルンを沈める、でしかしさんの中堅はジョンフン、これカスミがかぶせられるというか端に追い詰められると苦しいと聞きますが、おっとガーキャンで追い払い投げる、さあ台紙を当てて、さあカスミのラッシュが止まらない、あともつれるがここはゲージを払って逃げる、さあジョンフン側を1回こかせたいですがこけない、あとあジャンプ C 禁止とか、さあ座るんだ、チカチ君にね、はい、なんか確か俺の記憶と先週もちょっとやられて、おちょっとじゃねえなしっかりやられて最後いいコンボが入ってましたね、ね、あ
ちょっと遠かったな。さあしかしレオナが苦しい。変わるよ変わるよ。いやまだまだ早いでしょ。いやいつもそう思ってそのまま死ぬのが多いんだよ。そう思ってそのまま死ぬのは確かにある。あ出ない。変わるよ。ういうん変わらないでいいよ。あーあー変わらぬ仲間。あ、暴走したんだ。したしたした、やってたやつだ、確かに。で、これを押して、さあ、座る 1P はヤーマさん、ザキヤマさんですね。あさあ、いつものチーム、このね、噂のね携帯量でしょ。あーなんか量有利とかなんとか73だって73はやばいな。73って結構な数字だよ。お、さすが。お、たまらず昇竜。うるさいとばかりに昇竜。初代スト2で言ったらチュンリーとザンゲーフぐらいのダイアグラムですからね。73。あーそれは大した。お、うまい。ああ中段さすが73。ライフは確かにライフ73ぐらい。3側の軽ダッシュは苦しいと。なるほど。これもいけるんだよね。ああ、ゲージじゃないや、ライフ8割残しで。これもほら霞インファイターだから。そうそう、あとなんかこう昇竜をさ遠目でガードした時ちょっと気使わないと反撃難しいよね。そうですね、軽ダッシュの C バイツみたいなのと違って量の昇竜軽すぎるから、うん、フルコン入れられないんだろうね。まあ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 そういうキャラだからね。うん、おうざいですね。なんか、はい、僕の友人がですね、はい、無印の頃量を使ってたんですけど、うまい。さてここは一番アップ当たらない。おうおう、うまいうまい。おう、何これ。まあそれで量を使ってたんですけど、はいはい、なんかもう昇竜さもうちょっと隙増やしたらこのキャラみたいなことを言ったら、うん、無印の量だったから、うん、これ以上量から何も奪わないでくれと熱弁されたことがある。確かに無印の量って個包疾風ないんだよね。ない。何が強いの。一撃必殺。何も強くないよ。しかもあれ生で出ないでしょ。うん、何も強くない。うん、昇竜が強い。なるほど。昇竜しか強くない逆に。あとなんか代々リュウコランブとかがびっくりするぐらい減るけど。ああそうですね、火力はあるんだよね。量だろって思って戦ってたらそんな減ったっけみたいな。そうそうそう、なんか一回噛み合ったジャンプシーからアッパーやられてリュウコランブ食らってあれ5割ぐらい消し飛んでるけどこのゲームみたいな。そう考えるとこのゲームの火力はマイルドになったけど立ち回り強くなったよね。まあ、天地のプレッシャーもあるし相変わらずダメなまんまで火力だけ上がった社みたいなのもいますけどね。あ、いますね。バランスよく強くなってるのはそれこそアンディとかまさにそうなんでしょうね。あ、確かに。あ、だがここは悲しみの。あーあーさようなら。はい、え、俺ここいていいの。あ、全然大丈夫です今日人多いですね。人すごいですね。なんだろうこれ。なんか たまにこういう回ありますよね、定期的にというか。なんなの一体。なんか本当そういう時って各珍しい方々が一堂に会する感じが。なんか今日気分的にサブキャラな気分だった日に限ってなんでこんな人が確かに確かに。で、お、我が社が見てない間にこのダイヤモンなんか何本かは変わったんですか。あ、これは上有利ヤマさんいい顔したなその辺、M ダッシュがもう自由気ままなツイートをしやがるもんだからM さんが言うならみたいなまずい流れですね。あいつは自分の影響力を分かっていない確かにすごいこと言うときあるしな。あ、ここは吹っ飛ばし。
おお差し合いになった。見逃さない。本当の彼のツイートはマジと仕上がったの二択ですからね。いつもの会話とあんま変わらないって。そうですよ。情の、はい、情のすら臭い技ですね、相変わらず。そうですね。まあ、そうですね、スラ対策の ND。 なるほど。ジョーの軌道が、ジャンプ軌道があれなもんだから、ND を、ね、飛んでもちょっとあんまりね。そうですね、あんまりこうビタで噛み合うことはほぼなさそうですね。だいたい引っかかりそう。あ、危ない。もう KOF とは思えないこの差し合い。なんかそうですね、ほんと98の頃とかはこういう感じだったはずなんですが、今はもうね、飛べばいいんだろうみたいな。そうですね。あ、しゃがんだ。あ、量の遠距離リーもなんか自分で使うとさっぱり使えないのに、人にやられるとバカさ。あ、確かにすんごい当たるんだよな。なんか嫌ですよね。あー、つかましい。あー、いい位置か。これ量の醍醐味ですね。あー、いい性能ですよね。めくっている。おっと、怖っ。ダブルアップを狙いに行ったか。おお、だが山さん、あそこは割に行かなかった。これでまた山さんの寮のね、ファンが増えるんだろうね。山さんいいよな。ああ、これこれ。潰れてしまう。ああ、決め打った。これは払うのかな。払わない。まあ死なないか。おっと、ああ。それはね、いつまでも上見っぱなしで緊張してますからね。もういい加減許されなくて好転したんです。はい、霞川もこれしんどいんでしょうけど、すごく嫌なライフ状況です。そうですね、もう覚悟を決められる時間ですね。さあ山さんは冷静。あっとっと、あと1回、あと1回でいいんだ。あー、しばらいか。こうなんか変換の必要がない AU って押すだけの名前っていいですね。AU、 あ、うさん、シフトキーとか押す必要が全くないですからね。ヤチと10先でやってさ、はい、ヤチが負けたらヤッチーって名前で出てもらおうと思ってたんだけどさ。なるほど、ヤッチーさん。ヤチ来るの遅いんだもん。まあそんなのはいいや。ベニ対量、これもまたもう地味な差し合いが続くんでしょうか。そうですね、お互い果敢にいけない部分があるでしょう。やっぱりこう、やっぱ遠距離 C と D の外側から C 光圏を刺す流れと、はいはい、やっぱ小中ジャンプでかぶせる。そうですね、で相手の飛びはこうやってしっかり落とすと。うざい4コンボ。さあ非常にいい勝負が続いてますが、あ、 K ダッシュのジャンディとかリンのジャンディに通じるものがありますね、あの量の小中ジャンプの D は。ああ、確かに確かに、下方向にどこまで強いのかはちょっとよくわかんないけど、あー、なんかそんなにはなさそうな見た目ではありますが。おっと、ディレフから1ゲージ1本。おー、うまい。危ない。あ、貪欲ですね。その削らせろというところが。さあ、しかしまだ粘っているが、C 曲げませんね。さあ、アンディ、アウさんはきついんだと言ってますが、クリスもジャンプ CD の判定がやっぱり弱くなってるから説得力がないというか、なぜアンディが投げてる。確かに。おう、ああ、お、あえての、しかもさらに下段。おう、立つ、投げるの。さっきと絶叫。
あーもうそういう時間帯になってきた。はー、あなんていうかね、意志を感じますね。そうですね、朝は本当貫いてますね。ああいうの嫌いじゃないです、うん、やっぱりそうですよね。あ、今度は我慢した、我慢しない。あそこ歩いてショージャンプすれば釣れるんじゃないかな。そう、確かに。あ、ここは中断。で、ウラシェルがこれはちょっとウラシェきついんじゃないのか。そうですね、まあ、ゲージ状況的にもちょっといただけない状況か。お、あ、これはでかい、大きいぞ、大きいぞ。あ、端から脱出して、あっとっと、危ない、しゃがみし強い。おうおうおう、気がつけば9割、お母さんが残り、おっと、あ、取りに行っている。なんだそれは。わからない。初めて見たぞあんなの。バックショージャンプレイ。うわぁ。絶叫とともに山さんが落ちてしまう。なんだって、見習い、はい、見習いなんですか。そうですね、結構出てくれてはいるんですが、はい、シャンフェイ見習いさん、あ、リョーキングシャンフェイ、やめた方がいいですよ、シャンフェイなんて。おすすめできない。まあ確かになんかみんなやられ使われてる側は、はい、シャンフェイ強えよみたいなことを言うんですけど、ええ、誰も一度も触らないですよね。そうなんですよ。あの触ろうとしもしないっていうのがやばい。しかも理由がね、つまんねえからって言われてどうすりゃいいんだよ。俺ってやりたくてあんなキャラやってんじゃねえよ。気がつけば半分。そうですね、なんていうかこの世代の方々はちょっと気を抜くとすぐ出し投げしてくるからですね。もういいんだなって。やっぱうまくアウソンが取り返して、おーおー、そっち中段当たって止められる。おー、あ、おお、この量を使う人たちのこの粘着質なこの差し合いが俺本当に、ね、嫌いでね。さあまずはシャンフェ見習いさんが取って、中堅がクリス、今度は裏、ああ、あ、このお、まあまあまあ、まあ、今のは積んでるのかな。もう無理っすかね。タイミング的に好転すればセーフかもしれないけど。さあ、ここで見習いのシャンフェ期待。お、もう、あ、しっかり取って、お、いいですね、その出しアップはいいと思います。あ、しかし画面味、お、お、おう、おう、下を刈り取って、はい、あは、帰っていった。しゃがんでいる、すわ、使うでしょう。おう、あ、ここは大胆に崩しに行って、炎が、あ、確かに今のは間に合わないか、飛べそうな、リバハイだったらいっだかね、あ、そうですね、ちょっと一瞬で遅れた感がありますね。で、キングが大将、次も、うお、おっと、残念、おわ、あ、おすごい、おお、もつれますね。あれさ、もう D 投げに対する執着心がすごいですね。先ほどから執着心。あ、うまい、お、ジャック、すごい、キングがガクらしそうになってる。すごい攻めが展開されていますが、もつれますね。おー、惜しい、
ああこれはね本当、うん、ずるい、あのずるい、あるんだよな。キングあれとあと駒投げが逆になった時のあの2つが結構ミラージュキックでしたっけ、うん、そうですね、代表的ですね、ま、ちょうどいいタイミングでスパキャンできるしね。確かに確かに、もうこれおおそういうこと、そういう崩しを狙っていたんですね、はい。さあ成功して、まあ、ウラシェル側もこれそんなに嫌な組み合わせでもないはずだけど、なるほど、中段当たって、おっとっとっと、さあ3もつれて、ここはやはりそうでしょう、あはい、ありがとうございました。面白いな。まああともう3、4、4人ぐらいかな、すごいな。あそこで運命の矢を打とうとしたのにミスって雷光剣が出てなんか勝っちゃったぐらいのあそこをうまく落としてみたいなそれすごいな。さあ無体仮面さん、ツーピガワ無体仮面さん、はい、お棒立ちだったように見えたが、感覚がノーゲージだとシャンフェ安いんですよ。うまい、好きですよそういうの俺。残念、そうなんだよな、結構みんな一撃離脱的な感じでシャンフェ使うんですよね。あー確かにそんなイメージはあるな。俺もうまとわりついてする以外にこのキャラはないと思ってるんだけど。あまずは先鋒戦無体仮面さん、おかぶったか、おっおおあなんかループしてる、おお今みたいなところですよね。あれが うっかり裏行っちゃって、あはいはいはい、ありますね、お互い分かんなくて。ああこれ稼働初期は結構見ましたけど、そうですね、ああ間に合わない、おお発動している、それ減らなくなってないか今の、確かに、うん、あの必殺技分、まあ NC になるかもしれないっていうのもありますからね。あーなるほどなるほど、確かに、おいって、あ垂直だったか、コアにヒット、あーあいつか、で対象パオゲージはよし、あパオのジャンプが前に来るときにキングの NC で止めれればいいんだけど、そのキングの NC 見たときに何かさせるかっていうとぶっちゃけさせないから、あーそうですね、確かにリーチ短いですからね、ここもパオの弱みですよね。おあーよく見て、んあキングの NC 空振り見てから竜巻 C っていうそれはもう難しいよおおおおおちょっともつれるかと思ったけど、おどうなる、発動した、なんかこれプラスもう一本だからこのゲージ有効に使わないと危ない、さあ時間も、あなんということだ、あ減った、まあこれはねさすがに